このチャンネルでは MLB で活躍中の日本選手をはじめ海外のビッグ選手のハイライトをいち早く皆様にお伝えしていきます。私はウグイス嬢のモモと申します。どうぞよろしくお願いいたします。エンゼルスの大谷翔平投手が1番 DH で先発出場し、第1打席で日米通算150号となる今季9号ソロを放った。6試合ぶりとなる一発にベンチでチームメートと喜びを爆発させる様子が現地映像で映し出された。大谷は1回の第1打席、アスレチックス先発左腕アービンの2球目を捉えセンター越えの先頭打者アーチを放った。前日の試合で5試合ぶりのマルチ安打を放つなど快音が戻ってきた大谷だったが、この日も第1打席から凄まじい打球音を聞かせる。打った瞬間それとわかるあたりは、打球速度 108.9 マイル、175.3 キロ、飛距離は今季最長の443フィート、135メートルという特大弾となった。ベースを一周してベンチに帰ってきた大谷を、今季のエンゼルスのお約束である、カウボーイハットをかぶせようとチームメートのマーシュがお出迎え。大谷はマーシュの前でヘルメットを脱ぐと、両手でヘルメットを頭上に掲げ、天を仰いで喜びを表現した。そしてそのまま、カウボーイハットを頭に乗せられると、仲間が待ち構えるベンチで次々とハイタッチを交わしていった。エンゼルスは今季初の4連敗を喫していたが、大谷のマルチ安打などで、前日の試合で勝利し、依然ア・リーグ西地区2位につけている。この試合も1回に出た大谷の先制弾でベンチも盛り上がった。やはり大谷の活躍はチームを明るくするようだ。また中継を見ていたファンからもいい映像と喜びの声が寄せられていた。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではモモ宛てにお気軽にコメントしていただけたら大変嬉しいです。また見てよかったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。